お隣の国、朝鮮と韓国。朝鮮戦争で分断されたこの2つの国には共通で信じられている建国神話があります。ヨーロッパや中国、古代文明があった場所の神話は読み物として有名ですが、古代朝鮮については知らない方も多いのではないでしょうか。今回は古代朝鮮の神話と歴史、そして日本との関わりから見えてくる真実について取り上げます。もし興味深いと感じていただけたら、チャンネル登録もお願いします。段君が起こした古朝鮮。紀元前2333年に段君王権が段君朝鮮を建国し、そこから朝鮮半島の歴史は始まったと朝鮮や韓国の人々には信じられています。建国の神話はこうです。空の上に神々の国があり、天帝官員の支配の下で皆幸せに暮らしていました。その何番目かの息子関羽はたまたま天界から地上を眺め、そこに暮らす人間に強い興味を持ちます。父上、この天界も平和で美しく素晴らしい国ですが、私は一度で良いのです。ここから見える地上に降りて人間たちと暮らしてみたい。天帝は大層心配しましたが、昔から意志の強い関羽のこと、一度決めたら決して諦めないだろうと、息子を守る天の印を与えて地上に送り出しました。関羽は風や雨、雲の神々を連れて地上に降り立ち、大白山にあった御神木のところに天帝を讃える祭壇を作ります。そして降りてみて初めて見えてきた地上にはびこる悪事を正し、民が苦しむ病を治してやり、飢え渇きのないよう田畑を耕すことを民たちに教えてやりました。ある日、そんな関羽の噂を聞きつけた熊と虎が彼のもとを訪れます。私どもは人間となって人間たちと暮らせるようになりたいのです。関羽様のお力なら願いが叶うかと、いくつもの山里を越えてこの地までやってまいりました。関羽は人間と共に暮らしたいと願う熊や虎にかつての自分を重ね、よもぎを一束とニンニク20個を与えてこう言います。これを食べなさい。その後100日間は日の光を消して目に入れてはならないよ。そうすれば天の力をもってして、そなたらが人間となりたい願いは叶えられることだろう。熊と虎はこれで積年の願いが叶うぞと洞窟に入り、互いに励まし合いながら何日も過ごしました。しかし数日経ったある日のこと、虎は空腹と暗闇にとうとう耐えきれずに洞窟を飛び出し、日の光を浴びてしまいました。熊は一人になり、心細さを感じながらも暗闇の中で空腹に耐え抜きます。もう何日経ったのかわからなくなった頃、熊が目を覚ますと、自分の体が夜寝る前となんとなく違っているような気がしました。導かれるように洞窟を出て、湖の水面に自分の姿を映して、熊は驚きます。そこには美しい女が映っていたからです。女となった熊は関羽により運女の名を与えられ、妻としてめとられ、やがて男の子を産みました。その子は段君と名付けられ、朝鮮最初の国を建てました。北朝鮮の朝鮮労働党委員長や韓国の大統領は、南北統一を推し進める演説のたびにこの神話に触れて
朝鮮戦争以来50年以上分断された祖国を取り戻そうとしています。陰の末裔、騎士朝鮮と英氏朝鮮、歴史書のすべてが正確に書かれているとは限りませんが、漢書以降の中国の歴史書では、朝鮮半島に最初に実在した国は騎士朝鮮で、紀元前1100年頃に起こったとされています。騎士朝鮮の開祖は騎士という人物で、古代中国陰王朝の末裔。騎士は陰の第28代の君主文帝の子として生まれ、甥の中央の暴君ぶりをたびたびいさめていました。中央は陰の最後の王で、主治肉林の孤児のもとにもなった大敗した政治で有名な人ですね。中央は妲己という女性に溺れて税の限りを尽くし、それをいさめた叔父非官を処刑してしまったため、騎士は殺されるのを恐れて狂人のふりをし、あえて幽閉される身となりました。紀元前1100年頃、中央が周の武王によって倒された時、一時的に朝鮮半島に逃げ延びていた騎士は、武王によってその地にとどまり、朝鮮の支配と統治をするよう任じられます。これが騎士朝鮮の始まりです。史記宗朝史聖歌に残る記録によると、周の武王に対して臣下の礼を示すことはせず、また武王も騎士を尊敬していたため、臣従を強制せずに、周辺地域の独立した少数部族といった異例の扱いをしたと言われています。その後時代は下り、中国の戦国の七雄である燕の支配下に形式上あった騎士朝鮮は、燕が秦によって滅ぼされ、紀元前221年に秦が中国を統一すると、その軍事力を恐れました。将軍孟天が朝鮮半島に派遣された際に、すぐに秦に服属することを申し出たと義略には記録されています。騎士朝鮮の終わりは紀元前194年に起きたクーデターでした。中国の燕から現れた亡命者英満によって、最後の王姬潤が殺され、代わりに建てられたのが英氏朝鮮です。英氏の出自である燕は、現在の北京を中心とする中国東北部の地域にあたります。劉邦の前漢王朝の成立により、前漢と対立していた燕の人々を英満が率いて朝鮮に亡命し、隙を狙いクーデターを起こして英氏朝鮮を建国しました。英満の率いる軍は鉄製の武器を使い、優れた統制を兼ね備えていたので、騎士朝鮮の人々には太刀打ちできませんでした。中国の文明や軍事力は朝鮮よりはるかに進んでいたのです。英氏朝鮮は漢の武帝に滅ぼされるまでのおよそ90年間朝鮮半島を支配したと言われています。紀元前109年から紀元前108年まで、武帝は遠征を行い、英氏朝鮮を滅ぼして楽浪軍をはじめとする漢の志軍を置き、朝鮮半島を直接支配するようになります。遠征の原因は、英氏朝鮮の王であった英宇挙が、朝鮮半島南部の秦国が漢へ朝貢に行こうとするのをたびたび妨害したからでした。古代朝鮮の本当の成り立ち。朝鮮や韓国の人々は、自分たちは男君から続く朝鮮民族という単一民族であるというのを信じていますが、そう捉えるといろいろと不可解なデータが縄文時代以降の遺跡などの研究から出てきてしまっています。
まず中国の長江流域の稲と日本の九州地方の稲の遺伝子がほぼ同じ種であり、日本に稲作が伝わった後の時期から朝鮮半島南部でも稲作が普及した形跡が見られることです。現在の教科書では稲作を日本へ伝えたのは朝鮮半島にいた渡来人で、彼らは日本に渡り、他にも土木技術や土器の技術、仏教などを伝えたとあります。ですがそうなると稲作の形跡が見つかる年代の順序がおかしいですよね。合わせて考える材料として縄文海進と九州での火山の大噴火があります。縄文時代の一時期、今から約6000年前に九州地方の水面が上昇し、住んでいた集落が水没、さらに火山の噴火の被害に見舞われたため、九州北部にいた縄文人が海を渡り朝鮮半島の南部に移り住んだという説です。発掘されたものだけから分析すると、稲作は長江流域の民族から九州の日本人に伝来しており、朝鮮半島南部に移り住んだ日本人が北進して稲作を広め、高句麗や百済、新羅などの国が起こったと考える方が自然でしょう。稲作をしない先住民がいたのではないかという声が上がりそうですが、朝鮮半島からは6000年以上前の遺跡や生活の跡が発掘されておらず、人が住んでいなかったという説が最近は有力視されています。朝鮮半島は朝鮮人だけが住んでいたのではない説を裏付ける材料は他にも多く発見されています。朝鮮半島と日本の九州地方で、朝鮮半島からは九州地方の、九州地方からは朝鮮半島のそれぞれの地域の特産物が発見されたことから、交易が盛んであったことが分かっています。しかし通訳を必要としていたといった記録がなく、統一新羅時代になってようやく日本語とは別の言語であったために通訳を介したという記録が出てきています。また日本人が朝鮮半島の国に渡った記録や、朝鮮の王族が日本に嫁いだり亡命していたりした記録も残っています。蜀日本紀の中に記されているのは、平安京遷都を行った桓武天皇の母が百済出身という事実。近隣諸国の女性と結婚し、生まれた子を国のトップに据えるというのは古代ではありえなくもない話ですが、それだけではなく、白すきの江の戦いでは大和朝廷は命がけで出兵し百済を助けています。単なる軍事同盟ではなく、最近では日本と朝鮮にいた人々は血が混ざり合い、限りなく近しい同族であったという見方が有力です。さらに百済では大和朝廷のものと類似した前方後円墳が多く発見されており、百済は大和朝廷の影響と支配を強く受けていたのではないかと見られています。日本と朝鮮の関わりは百済だけではありません。朝鮮の正史を記録した三国志記には、新羅の第四大国王達海二支金は束那国、現在の兵庫地域からやってきたと書かれています。高句麗の言語は日本語と近いということも言語学者の研究で分かってきており、数字は4つほど完全に一致していて、さらに歴代の高句麗の王が死後に贈られる戒名には鹿児島や沖縄の地名と同じものが付けられていることも判明しました。百済と高句麗が滅亡した後、百済の王族たちは日向の国、現在の宮崎地域へ、高句麗の王族たちは武蔵の国、現在の埼玉地域へ逃げ延びたという記録も残っています。さらに
現在の教科書ではタブーのような扱いとなっていますが、日本書紀によると朝鮮半島南部には4から6世紀美馬那日本府という和の出先統治機関があり、日本人が暮らしていました。日本の空白の4世紀和の支配者たちは朝鮮半島の一部を支配していた味方が有力視されています。ではなぜ朝鮮や韓国の人々は岸朝鮮や英氏朝鮮に現在否定的な立場で、団訓朝鮮こそ朝鮮の起源、朝鮮は単一民族と認識しているのでしょうか。岸朝鮮も英氏朝鮮も歴史書に記録こそ残りますが、中国人が建てた王朝だからです。国として民族として団結を呼びかける際に、朝鮮半島のものではない建国者は不都合なのでしょう。朝鮮の南北を統一するためには、朝鮮が単一民族であると建国神話を信じさせて民族意識を高める方が政治家にとって都合が良いのは事実です。歴史は為政者によって作られる、そんな側面が見えてきますね。どこの国でも神話を持ち、正当性と権威性を主張するものではありますが、天界から関羽がやってきて朝鮮人の祖となった団訓神話は、こういった記録と並べて考察していくと、違和感をどうしても拭えないものではあります。皆さんは古代朝鮮の神話や成り立ちについてどのような感想をお持ちになりましたか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。またこの動画が興味深いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。